松尾チャンネル。はい、みなさん、こんにちは。松尾チャンネル。二百八十六回目、十一月の二十二日。火曜日です。今日はですね。明日はちょっとお休みなんで、今日は前日、火曜日に収録をしております。えー、今週はね、えーまあ、お休みがあって、二十四日が感謝祭。アメリカでいう感謝祭ですね。で、その翌日が、えー、ブラックフライデーというね。イベントが、夜中的には行われるということ。 なてですね、日本の小売業イオンとかねヨー動産さんだとかみんなこの25日の日はブラックフライデーということでもう11月の上旬ぐらいからねずっとセールが始まってるんですけどね、えー、ブラックフライデーっていうのは何でやるんだみたいなことなんですけどね、まあ、感謝祭の,その第4木曜日感謝祭の翌日に行われると、えー、まあアメリカではこの日が休日になるということも多いらしいですね。 アメリカの小売業界でいうと一番1年で最も売り上げが見込める日だというのも言われているわけですね、まあ、それと、まあ、これからクリスマス挑戦ですねいよいよ年末挑戦に向けてのスタート、まあ、今週からいよいよ、ね、始まるというところですよねそしてまたあの株式市場ではですね IPO が、まあ、12月いよいよまたラッシュになってまいります IPO ラッシュ今,今年はです、ね、12社が ノミネートしてですね、もうすでに発表終わっています。12月の後半、年末ギリギリのところまで IPO が続きます。まあ IPO が続くということは中古型、まあマザーズマザーズというかグロースマーケットですね。グロースとかまあサンダードあたりも含めてですね個別のこう中古型銘柄が今既存の銘柄も少し活発に動くというところなんですね。まあこんな流れをですね、まあ私の方は想定しながら。 皆さんにいろいろお話をしていこうということで、まあ、今回、まあ、あのダイヤモンド材、ねえー、にもですね、えー、天馬川銘柄という立ち位置でいろ、まあ、んな銘柄をご紹介をさせていただきました、えー、天馬川銘柄って何って、まあ、私があの最初ですね、まあ、記者の方ダイヤモンドの記者の方の、ね、お話をインタビュー受けながら、まあ、企画をね頂い,いてですね えーまあ、どんな銘柄がいいのかっていうことを私の方でピックアップしてですねその記者の方にお話をさせていただいて選ばれたご銘柄なんですね。まあ私の方で選びました銘柄っていうのはやはり中小型銘柄基本的には中小型の方が天馬側になりやすい、まあ、時にはね少し時価総額の大きい銘柄が大化けするというようなこともありうるんですけども基本的にはまだ認知十分認知されていない中小型銘柄の中に成長性の高い銘柄が。 存在するという発想の元で選び出したご銘柄なんですね。えー、まああのダイヤモンド財をご覧いただきますと分かりかと思うんですけどね。えー、マイクロワード九号五三。これはまあデータビジネスですね。えー、まあこのあたりはまだ世の中的にはこれからのビジネスなんですけども、まあそういったデータを駆使してねマーケティングを行っていくという世の中の流れに沿った銘柄。 これを一つ挙げてますねそれからイメージマジック7793これも皆さんにちょっと注目していただきたいということでオンデマンドプリントの会社なんですね、まあ、どんなものにプリントするかって、まあ、大体基本的には衣類それからマグカップとかのね雑貨品ですよねノベルティグッズとか、まあ、そういったものに対する印刷物なんですけども、まあ、基本的には大量に印刷しないとコストがなかなか下がらないという。 まあこの世界なんですけども1枚からでも1個からでもまああのまあそういうプリントを施して同じ値段というかほとんど安く提供できると。 そういうううういいい会会社社なんでですすねそういうビジネスモデルを作った会社ということこ、ね、れからアイメカテックですね6227この辺りは、まあ、もう既にお話をしておりますけどもハイテクですよねハイテクで有機 EL とか、まあ、その新しいビジネスもともと液晶のところでね、えーまあ、そういうあの低コストの生産ができるという装置を作った会社ですね、まあ、日立の発信発祥日立の人たちが作った会社ということですね。ですからあさらさにそれが AR とか、ね、VR とか新しい分野にその表示装置が、ね、どんどん置き換わっていきます、これから新しいものが出てきます、それに向けての製造装置、こういったものをです、ね、手がけているということで、私の方は皆さんにご注目いただきたいということで取り上げた次第です。 私もまたいろいろ知りたいことはたくさんあるんですけどもこれからまだまだ、ね、取材を重ねながら皆さんにフォローしてやっていくというそういう考え方も持っています。このほか、まあ、皆さん時々お話しする「ニュースソプロ」ですね3440この辺りはまだまだ、ね、出遅れ評価が鈍いと。 まあ、なかなか評価してくれないという流れの中なんですけれども、えー、取り上げておりましてぜひまた「あ大物のご覧頂ければと思いますね。あと JMAX3422 これは先般、えー、下方修正で大きく売られた後の出直り局面ということでね万年割安株ではあるんですけれども割安感のある銘柄で評価がもしねバリエーションが変わるということになれば株価の位置も変わってくるだろうというふうに思うわけですね。 まあそんな形でちょっといろいろ記者とやり取りしながら選び出した5銘柄ですのでねぜひ皆さんあの本屋さんに、ね、行かれてお手元に取ってご覧いただければと思うんですね。ちょっと「日ソプロ」をもう少し追加で、ね、お話ししないといけないなというのはなかなか株価が動かないという点なんですけども、まあ、これは、まあ、M&A 型で、まあ、業績が発展していく,していくと拡大していくと。 いう会社なんですけどねまだこの M&A の具体的なこうリリースはしてるんだけどもはっきりしない例えば中国の子会社を生産しなきゃいけないなんてねそれが前提で M&A 株の譲渡を受けるんですというような話になってこれはねちょっとこう投資家をバカにしてるんじゃないかと思うんですね。もう少しし会社がしっかりねその中身を 作った上ででリリースをすすべきなんですね、まあ、それをやらずにこうなんとなく中途半端に、えー、そううリリースをした、まあ、その辺に対する、ね、投資家の不信感そういうものがあるんじゃないかと思うんですね。でましてやですね世の中あ配当重視の世の中ですよ、えー、この私があの皆さんにねポートフォリオの話をか、えー、配当利回りの高い銘柄でポートフォリオを組んだらどうですかっていう6月の29日にねリリースしたポートフォリオご覧いただきますとね この配当利回りの高い銘柄は非常に評価がされているわけですね、まあ、代表的なのはアクセルですね6730、まあ、とうとう今日1555円という、ね、高値までついてきました先ほど見たらですねで、まあ、あのスタートからすると、まあ、倍ですよねほぼ倍近くまで来てるんです、まあ、これはひとえにやはり高配当利回りがバックにある配当成功5割ですというようなねそういうあのスタンスで投資家に対するこのスタンス これは非常に、ね、いい形になっている、まあ、その他あーセーファート今日また値段が飛んできましたけどもね、まあ、かなりあの配当利回りの高い銘柄が注目されている、まあ、そんな中で日相プロリティですね、えー、25円配当だったものを15円に減らしちゃったとここが根本的に、ねえー、問題視されているんじゃないかと思うんですね、えー、そんな、ね、その株主が今求めているものをしっかりと捉えて、まあ、自分たちの都合だけでね 配当を決めていくなんてね、それはちょっとね、やはりあの株主投資家から見たらちょっとネガティブで見られがちなんですね。その辺をぜひね会社の皆さん、えー、認識していただければと思うんですね。今日一つお話したいもう一つね話したいのは株主提案権という話ですね。 実は日ソプロリティに対しての株主提案権を提案しようという、ね、投資家の方もいらっしゃったわけですけどね、まあ、ちょっとなかなかその辺のところで、まあ、なんか通らないということも想定されますんでやめてちょっと様子見の状態なんですけどえ他の会社の事例をいくつか皆さんに、ね、いくつかというか今日は特に、ね、一社デコルテホールディングス7372という、ね、会社 これはあの昨年の今頃ですね12月頃、まあ、IP をしたあと皆さんにお話をしてた銘柄なんですけどねこれはあのフォトウェディングの企業ですね結婚式をリアルにあげるんじゃなくて写真で済ませようっていうねコロナ禍の中でそういう時流に乗ったという形で今業績を大きく伸ばしてきてるんですけどもこの,あの株主さん 1%, 1の以上の株主保有する株主は提案権を持つんですね株主提案権を持つんですその中のお一人今回前田さんという方が、ね、52,400株お持ちの前田さんという方がこの方42歳らしいんですよねこの方株主提案権を発動しました18日の日に、ね、リリースをされてます何しろですね、この方の年齢からして自ら役員に ななりますよよというような話それから自己株買い10万株1億円分自己株買いやんなさいというそういう提案をしてるわけですね。えー、何しろあの積極的にこういう提案をする自流、まあ、そういう株主自ら会社に対して提案していく。 個人株主といえどもねそういう時代になってきてるということをぜひご認識いただきたいんですね皆さんもぜひねそういったこれは一人だけでやる必要もないんですよこう共同提案というのもできるわけですねそういう積極的にね株主の皆さんが企業のことを思い浮かべてですね提案するそれはある程度まともでないとダメですよ、まあ、非常にこうちんぷんかんぷんだねそういう提案してもいけない会社が非常にこう受け入れやすいような提案を積極的にやっていただく時代に なななってるんじゃいいかなというふうに思うわけですね、まあ、そんなことからですね日産、まあ、プロリニティも本来25円配当15円にしてねなんやかんやと、まあ、今までわけわかんないこのそれから工場の稼働の延期だとかね、まあ、そんな話をするわけですけどねもう少ししっかりと株主投資家の皆さんと向き合ってね経営をしていただかないと株価このまま552円の今日ね えーまあ、今、状況なんですけどねこのまままずっっとと推移すするここになっちゃいますねあた、えー、りね、ねぜひねもうまもなく株主総会なんですけどね、えー、株主総会での提案はあ、まあ、されないと思うんですけども、まあ、私たちが考えている理想像でいきますとしっかりとした投資家を株主に対する、えー、施策を打ってですね株価を意識したような形営を、ね、していただければというふうに思うわけですね。 まあそんなことで、えー、今日う「松尾チャンネル」はね皆さんにちょっとこうまだ動かない銘柄こうせっかくね天馬川銘柄としてね私が注目している銘柄、まあ、こういったものに対しての皆さんに熱いメッセージをねお送りしようということで行いました引き続きですね「松尾チャンネル」からいろんな話をしていきたいもうたくさん話がありすぎてですね、今日もっとね したいことあったんですけどねまもなくあのまたいろいろね新しい動き IPO の話だとかも含めてやっていきますんでねここにですねぜひ集まっていただく演奏会という株の同好会なんですけどね同好会の皆さんにリアルに私の方からお話をしたいことが山ほどあるわけですねやはり皆さんとともに私たちは株式投資と株式市場と向き合って それからああ皆さんの資産づくりにもぜひね、えー、貢献できれば、まあそういうふうに思う次第ですね、えー。一緒に株を楽しみませんか。ぜひお集まりください。よろしくお願いいたします。本日の松尾チャンネル、以上です。ありがとうございました。